こんにちは、チーフのミラです。1月16日本日のノリオ TV を始めます。昨日のアルス祭りツイート秒間最大記録更新ならずということですね。残念でしたね。さて、本日は賃貸新着物件3件、あの動画のですね、新着動画ですけども、入ってきてますので、そちらをご紹介させていただきます。ホームページからですね、ツイートのところ物件入ってますね。1月16日、富士河口湖町船津 1K48,000円、富士吉田市小遊み 2LDK67,000円、富士河口湖町船津 2DK33,000円、 安いですね。これ33,000円ですよ。ただ駐車場がないですね。別で確保が必要になります。1個見てみます。動画入荷ということでですね、フロンティアガーデンヒル、壁紙いろいろ変えてますけれども、今回も変えましたよね。3DK、ですけれども、1つの部屋は何も何ですか、色を加えない白でしたけれども、他の部屋ダイニングキッチンも含めて、書いてあります。出ないですか。出ないですね。あ、来ますね。来ましたよ。はい、こちらの物件30世帯ありまして、はい、一つはですね、ウッド調、なっておりますね。キッチンも木目と、こちらストーン調ですね、してありますね。トイレも書いてありますよ。トイレもちょっとカフェっぽくですね、してあります。そして北の洋室も、ちょっと写真では分かんないですけど、紺ですね。フロンティアブルー、紺色を使ってます。はい、こちらですね、物件目の前、もうこの目の前、こちらいつもは大型スーパーいつもはさんなんでですね、生活も非常に便利、100円ショップも入ってますからね、大体揃う、何でも揃うんじゃないでしょうかね。はい、隣にはサンドラックさん、薬局がありまして、あとはですね、クリーニング店もスーパー内に入ってますから非常に便利ですよね。こちらの物件、クロス全て書いてありますからね。じゃあ一般のアパートが物足りないよという方はですね、ぜひチェックしていただければと思います。動画もスライドショーじゃなくてですね、動く実は案内しているかのような動画がありますので、気になった方はご覧いただければと思います。はい、では本日はノリオ TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。